では WBA チャンピオンのジョシュア・フランコ選手お願いします。井岡選手は 52.3 キロリミットオーバー、そしてジョシュア・フランコ選手は 52.0 キロリミットないということになりました。140g ほどオーバーということです。下着を脱いでもう一度蹴り落とすということになります。
井岡選手115ポンド、フランコ選手114ポンド4分の3になります。はい、スーパーバイザー立ち会いのもと両選手計量をクリアいたしました。この後壇上で両チャンピオンによる写真撮影に移ってまいります。ではまず壇上陣営も含めた全体での写真を撮らせていただきます。では続いてチャンピオン2人のみでの撮影とさせていただきます。ポーズなどはカメラの皆様リクエストお願いします。このあと両者のダイヤのフェイスオフの撮影もさせていただきます。お願いします。では両者向かい合っていただいてフェイスオフです。はい、以上で写真撮影終了となります。両チャンピオンありがとうございました。ではこのまま壇上グローブチェック記者会見。Ellie Seckback, reporting. But ESNewsReporting.com, I'm Ellie Seckback, reporting. ESNewsReporting.com, I'm Ellie Seckback, reporting.